さあ来ました、スチールダーツアー D ツアーステージ1。さあミドルでインナーまたもや決めていきます。コンマ38。いや本当このミドルのインナー力ってすごいですよね。さあ松田純選手先行の501ベストオブセブン第1回 D ツアーステージ1決勝スタートです。客スタートですね。鉄板100って感じですね。うわー87取ってきました。オールトリプルですね。キープ。さあここもキープですね。354。さあそろそろ60絡めていきたいですね。さあ259に対して260、松田純選手100取って160っていう数字を作りたい。これで上がり目出せずで、さあ馬場選手、さあ99ですね。99で160っていう数字が欲しい。そして19。だった2人とも最後の1本でサイドですね。もったいないです。上がりを出しておきたかったですね。さあ99取って76ナイスアレンジ。さあ同じように100取って7260だと112、トリプル決めて72、素晴らしいですね。20から16からの20ダブル。いやーすごいな。軽い簡単。まずは松田選手先行の501キープ、18でキープ、15でブレイクっていうね、定石をしっかりと踏んでいってます。そしてじゃあお互いまだこう20が安定してない感じですね。サイドにずれてる感じですね。これを修正したい。81取って400335。トリプルから275、そして215、サイドですね。212残りに対して361、140で上がり目が出ない。180でも出ない。ナイス140。さあ100取って100
12っていう数字作りたいけど、これサイドですね。上がり目までですか。さあ上がり目を出してきました。127に対して140欲しいですね。いやでもしっかり100取って121ナイスアレンジ。7残り。さあこれも19、27、20サイドで112もうそのまま20ですよね。92残り。さあナイスアレンジ。さあ121残り。20からブルから20からですね。そして17トリプル決まって、あっ、いやーこれはナイストライドです。さあ16ダブル。さあ3本で決めた。1投目3本どころか1投で決めてきます。18キープの16キープと、お互い一本を譲らない展開。トリプル100取ってきます。返す。100取れば100返す。140ナイス、ナイスコア。さあ続けるのか。トリプルです。おーすごい、261、100取って、あ、17いきますよね。さすがです、ナイスアレンジ。ここはまあ好き好き自分の、まあでもスタッキングしやすいんでね、やっぱりこう20で点数削るっていうパターンも。あ、ここで上がり目出せず130残り。19から。そしてトリプルで11でアレンジ。あ、ザニーアレンジしたんですね。トップアレンジじゃなくてザニーアレンジ。さあ175。155トリプル捉えて95残り。いやー本当ダブルの天才ですね、松田潤選手。恐るべしダブルの神様、ダブルの神様ですね。もうねほぼミスないですね。引っ張ることもないし。さあトリプル。125取って335。41トリプルから。140。
どこまでも点数を削ってきます。さあ275、255、あっと81で254、301の問題。いや、上がり目は出せず。さあ馬場選手、ここをキープするためには100以上ですね、欲しいですね。95だとね、上がり目出せないので、もうこれで上がり目が出ないですよね。176残り、156、トリプルで96でもう一本。うわー、すごい、完璧。これはダブルだけじゃなくて、もう点取りからそれに続くアレンジもいいですもんね。50からの132、そしてトリプル捉えて72残り、アレンジですね。さあそして内からの9ダブル、あー決まらず。さあ馬場選手チャンス、ダブルに強い馬場選手。1612で16チョイス、そしてもう一本、そして20ダブル。さあここ落としたい、あー決まらず。さあ松田選手ビッグチャンス。いやーすごいな、全くもって遊びというものがない場は松田純選手。いや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 、本当すごいですね。18、14、16ね、もうちょっともう乗ってますね馬場選手。そして140、トリプルから。140回数。226、残りに対して361。180、140という数字を出さないといけないですね、ここは。そして、おー、注文通り、上がり目は出ないんですが、さあ19からいく。181残り。さあ削り、出るだけ削りたいですね。161から。140、ああ6からの3で、146から3取って143。今のこのレッグは痛かったですね。さあ20、そして19、トリプル、トリプル決まって、おお、あれこれ2連続ですね、嫌われてますね。さあ143、馬場選手ワンチャンス。60決めてくる。そして17トリプル決まらず。 10ですね。さあそしてアレンジからの16ダブル。あ、これはさあ馬場選手は得意の20ダブルか。さあここ。あーっとした。こ
これで松田選手第1回大会2本目、いやー見事ですね、松田選手が第1回 D ツアーステージ1優勝です。いやー18、14、16、17ともう素晴らしいアベレージですね。